ご案内申し上げます。まもなく10時より、諸門諸皇太子の再建行事が開かれます。朝鮮時代において、宮内や首都取り囲んでいる城郭の入り口を守ることは、諸門省の最も重要な任務とされ、王室の安全に関わるため、非常に責任の重いものでした。教皇によって開かれる諸門諸皇太子は、様々な城元に再現しています。